突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、ハラハラしながらかな。こちら、ちょうど1週間前、朝倉未来選手、ヤーマン選手が本日初、トライフォースに出稽古に来てたけど、俺、今日出てていなかったんだよね、と言っていた用事がこれでしたね。畠山さん、渡嘉敷さん、竹原さんのチャンネルへの出演。昔はこれぶっちゃけチャンネルって名前じゃなかったでしたっけ？ただ番組の中でぶっちゃけチャンネルって言ってただけでしたっけ？でも今はその表記ないんですよね。やっぱ SEO 対策かなというふうに思いまして、ぶっちゃけで検索する人なかなか少ないんで名前だけの方がいいとなったんでしょうか。なので実は私もその観点からいくと、ダラッとから始まるの良くないんですよね。誰もダラッとで調べませんもんね。はい。で、肝心の内容は皆さんすでに見てる人も多いと思いますが、まず冒頭、畠山さん、ぶっちゃけ朝倉未来選手自体勝とうとは思ってないんじゃないの、と。渡嘉敷さんも勝とうとは思ってない、と。竹原さんはしかし、そもそも駅士だから勝ち負けないよね、と。はい、冷静でした。まあ確かにそうなんですよね。総合の人がメイウェザーとできて、ボクシングの人はできないって、ボクシング界をもっと盛り上げないとダメだよね、と続けて竹原さん。で、朝倉未来選手のチャンネルでは3人にミット打ちして当たるパンチを教えてほしいという企画のお願いが来ているようですが、畠山さんは、なんせ世界一のボクサーだから我々ごときの教えで当たるとは思えない、万が一当たるかもしれないというのを教えたい、といつになく弱気でした、と。ここで朝倉未来選手、外から来たそのままのグローブなどが入っているであろう、あと着替えとかかな、リュックを背負ったままの格好で登場しました。悪っぽい人がリュックって可愛いですね。で、ここで朝倉未来選手のチャンネルに一旦移りまして、必殺のパンチの伝授の方へですね。朝倉未来選手、ここまでボクシングの動画を見て独学での練習のみで来たようです。そして朝倉未来選手、バンテージを巻きながら、那須川天心選手がメイウェザー選手と戦った時、試合始まる直前にバンテージを巻き直させて相手の動揺を誘うという作戦をしようとしてきましたが、朝倉未来選手それを見越して、俺は最初から巻かずに待っていようかなと思っている、何か仕込んでるとか人を疑うということは自分がやってる可能性があるってことですよ、と。朝倉未来選手、メイウェザー選手の試合前の嫌がらせには心揺さぶられないかもしれません。そして前田明さんも心配していた拳について、朝倉未来選手、最近パンチ力がありすぎて拳が追いつかない、痛い、と言ってました。前田明さんは、こちらは朝倉海選手にですが、次拳やったら選手生命終わり、とまで言ってましたからね。きっちりバンテージ巻いたりしてからの練習などにしてほしいですね。そしてまずは畠山さんにミットを持ってもらい、メイウェザーの構えは左が下がっていて、これは左ジャブが出しやすいという利点もあるが、右フックが当たりやすいという点もあると俺は思っている。だからそれをどう当てるか、左ストレートを軽く出し、その後右フック、これを練習すればいいんじゃないかなと思っている。ちょんと出してバン、ちょんと出してバン、これが当たれば倒れるよ、これでもし倒したら俺のおかげで倒したって言ってね、と。やはりレジェンド畠山さんでもメイウェザー選手には一丁噛みしたいほど童心に戻っているワクワクさを感じました。朝倉未来選手もマイクで言いますんで、と。続きまして竹原慎さん、竹原さんは、俺はサウスポーは常に右回りでやった方がいいよ、と。これはボクシングの基本の話ですかね。でもそう教えてました。そして渡嘉敷さん、メイウェザーもこれあまり知らないやつとしまして、カウンターでの左のボディストレートですかね、モザイクが入ってまして、なんかこれは秘密の技といった感じがありましたね。入ったら一発で失神するよ、と。こういう時こそ、もしかしたら昔和島さんが実際に試合でやって、その後何度も話にしていた、よそ見して相手がそれにつられて同じとこを見た時にパンチを入れるとかいいかもと思ったんですが、よくないか。はい。メイウェザー選手、逆にオルティス選手とやった時、相手のヘッドバットを食らってしまって、そのラフプレーを許すかの態度を一瞬しつつ、ハグをしに行って相手が油断したところ、レフェリーも止めてない状態だったので、反則ではないので、そこにパンチを打ち込み KO したこともあったので、逆に気をつけなければいけない側かもしれないですね。
そして蹴ったら一発5億の話はまあ普通に正々堂々と行こうと思いますと、以前面白そうだから蹴ってみようかなと発言していたのは YouTuber のヒカルさんとのコラボ動画の中でだったので、もしかしたら若者向けとレジェンド一般層向けで話すこと主張する内容を変えているのかもしれませんね。あとは左ストレート行くとき体が流れすぎで、それだとカウンターもらっちゃうからというアドバイスをもらっておりましたね。そして朝倉未来選手、アメリカ遠征で怪我した肩はここのところようやく治ってきたようです。今回のエキシは70キロ契約で、当日は77キロまで戻す予定。今は79キロあるというと、竹原さんは俺でも今83キロしかないのにそんなにあるんだと驚いておりました。で、朝倉未来選手、天心があれだったんでただでは返さないですと、お怒りモード、ワンピースという仲間を大切にみたいな感じですかね。さらに相手が本気になったら危ないけどには、大丈夫です、大和魂見せますと心強い言葉も飛び出ておりました。そしてこれメイウェザー見てるよって言うと、渡嘉敷さんはイエーイメイウェザー見てるとおどけて見せておりました。でラスト、朝倉未来選手、8ラウンドとかより3ラウンドの方が勝率上がるんでいい、3ラウンドを全力で振り回していこうかなと思っているといったところで、ぶっちゃけチャンネル、ぶっちゃけチャンネルの方に戻っていきまして、4人でのトークになって、まず朝倉未来選手、メイウェザーをファンとして見てたわけじゃないのでスーパースターというのは薄々感じているが実感はない、コナー・マクレガーと戦うんならうわーと気負いはするが、メイウェザーはもともとあんまり知らなかったのでまあ別になんかと、畠山さんは俺らにとってとは逆なんだねと、ここは同じ格闘界といえど細かいと言っていいのか違いがあるところでした。そして朝倉未来選手、現役の頃の VTR 見たらそれはすごかったが、先々月ぐらいにも試合をしていて、それを見た限りではまあいけちゃうかなと。そしてこの話自体2年前からちょこちょこ来ていたが、コロナとかで流れてしまっていて今回となった。でそれがなぜかというと、もともとが那須川天心選手と試合した時に2試合契約だったそうです。で当時からすでにやると答えていたと。そして自分自身、あの時より体もでかくなったしパンチ力も上がっている、それにあとメイウェザーはあんまパンチ力がないと思ってて、蓄積型マクレガーとやってた時も10ラウンドぐらいでやっと倒していて、当てるのはうまいがそれだったら長いラウンドやるより3ラウンドの方が耐えれると思うので、もらうの覚悟で相打ちで入れてやろうかなと思っていると。それを聞いた渡嘉敷さんは、それはメイウェザーは階級を上げてきてるからだよね、階級を上げてから足を使い出すようになったよと。朝倉未来選手は続けて、それに僕今までの人生で一度も KO 負けもないし練習でも聞かされたことがない、打たれ弱くなっているのというのがないので、格闘人生かけて最後まで立ってやろうかなと思っている、ボクシンググローブの方が脳が揺れるというがそれでも聞かされたことはないと。ただ今回は8オンスグローブでの勝負ですね。続けて朝倉未来選手、僕はカウンター型なので、天心がそうしたようにメイウェザー相手を怒らせたい、あまり綺麗に戦うつもりはなく自分の独特なスタイルも残しつつ、ボクシングも取り入れミックスでとにかく当てるっていうことを意識して、まあ喧嘩ですね、喧嘩しに行きますと。しかしランニングは毎日3キロほどのみだそうで、渡嘉敷さんにそれ4回戦以下だよと突っ込まれておりました。で朝倉未来選手の今回の作戦は、繰り返しの部分ではとにかくパンチをもらいながらも、でこっからでノーモーションで当てに行く、そして2ラウンド後半からもう空手みたいな無酸素系の数打ち続けて3ラウンド終わりまでという試合をしようと思っている、そういうのは12ラウンドじゃできない、だからこそやってみようと思っていると。これはボクシングに慣れているメイウェザー選手だからこそあえてということですね。なので体力だけすごくつけておくと。なのでワンピースで言うところのゴムゴムのガトリング作戦になりますね。竹原慎さんはそれを聞いてハハハハと笑っておりました。とここで以上になります。作戦判明ですね、ゴムゴムのガトリング、数打ちゃ当たる作戦でもあります。さあこれがどうなるか。そしてこちらは朝倉海選手のおとといのインスタライブになります。まず話してていきなり早くもマネルケープ選手見に来ておりました。
朝倉海選手はケープはいマネルと手を振っておりました。ガチで仲いいみたいですね。朝倉海選手退院もしてきて、右の拳が治るまで左をめちゃめちゃ強化しようと思っている。それはもう復帰はサウスポーになってるんじゃないかというくらいに、大晦日での復帰ワンチャンあるかもと、ここでマネルケープ選手が早く治ってねとチャットで投稿しております。はい、朝倉海選手はケープ優しいなと。そしてワンチャン来月からアメリカまた行こうかなと思っているようです。練習はできないが試合を見に行ったりはありと。それほどアメリカが恋しいようです。そしてお兄ちゃんはお見舞いに来ましたかの質問に対しては、兄貴来るわけない、大丈夫の一言もない。マネルケープ選手もわらわらと笑っておりました。そして自身のブランドのポップアップを原宿で3日間やります。僕も行きますと。そしてマネルケープ選手、本当は試合のセコンドに今回来てくれるはずだったが、ビザが取れずに断念したと。日本は入国に厳しい。そして勝利選手、この時まだ入院してて、人工関節センターにいまして、で病室で結構インスタライブとかやってくれておりましたよね、勝利選手。あれはその病院で一番いい部屋 VIP ルームだったようです。はい、なのであんなにできたんですね。骨折はもう3度目なので、その都度左手を使ってきたので、もう両利きに近い、箸も使えるしそこまで不便ではないと。歯のホワイトニングは昔はしていたが今はしてないと。で武井壮さんも見に来てくれておりましてと、ここで勝利選手と少しコラボしまして、勝利選手は朝倉海選手のポップアップ3日間行くと言っておりました。朝倉海選手は僕よりいるかもしれないと。本当に仲いいですね。そしてこれは井原亮君がブレイキングダウンの暴露をした後で、まだ朝倉未来選手がブレイキングダウン暴露の真相を話しますという動画を出す前のもので、その井原君について朝倉海選手、不良といじめられっ子という構図にしてしまったことには申し訳ないと思っている。矢原くんがどうしたって悪者に移っちゃうし、でも彼もまだ19歳なので失敗もするし、これからを見守ってあげてくださいと。朝倉海選手めちゃめちゃ優しかったです。はい、矢原くんも朝倉海選手はめちゃめちゃ優しいとことあるごとに発言しておりますね。朝倉海選手ガチです。そしてこちらちょっと驚きなんですが、ブレイキングダウンのカード発表されまして、なんと現役ディープファイターの、まあ、朝倉未来選手のところのではありますが、元1年チャレンジ西谷大成選手が参戦決定です。対戦相手はハイメ選手という、多分プロの格闘家ファイターではないと思います。顔はかっこいいですね。西谷選手はツイッターで、出場決定なのです、応援コード西谷大成でぜひぜひよろしくお願いします。そして最近 YouTube 始めましたので、安藤 YouTube よろしくねと。次も呼んでいただけるようにインパクト残して勝ちたい、勝って当たり前の試合だからこそキックルール、イケメソニキにはさすがに負けない、ダブルと投稿しております。そしてもう一カード、ミスターアウトサイダー慶之助さん、ずっとモハンドラゴン選手に対戦要求しており、しかし体重差もあるしどうなるかと思われておりましたが、ここも決定いたしました。慶之助さんはツイッターでやるぜと投稿、そしてニースグル選手がそれを引用リツイートして、関係があるんでしょうね。自分の試合の前日がめちゃくちゃ楽しみなカード、頑張りましょうと投稿しております。そしてモハンドラゴン選手の方は、まだ私が見た時点ではこれに関しての投稿はなかったんですが、まずですね、フルネームで呼ばないと気が済まない名前選手権お願いしますという格闘技関係ない投稿にですね、朝倉未来、朝倉海とコメントを残しておりまして、確かにそうかもしれないですね。でこれで私的に、おおそうだなと思ったのは猫ひろしで、はい、これもね分けて言わないですもんね。で受けたのは関係ない人のこれも投稿なんですが、習近平っていうのがありました。この確かに分けて言わないですね。でモハンドラゴン選手、また話がありまして、胸毛ボーボーなんですが、なぜ剃らないんですかと一般の方に聞かれて、それに対して奥さんに怒られたからと。どうやら剃ったことで逆になのかどうなのか、以前奥さんに怒られたことがあるということも明かしておりました。はい、関哲也選手もフルネームで言いたいですね。意外とたくさんいるかもしれませんね。そしてこちら平本蓮選手、昨日のツイートで、団地育ちだから何回食ってもフレンチの味を未だ理解できてないとしまして、実際にこの時フレンチを誰かにご馳走になっていたのかな、食べに行っていたようで、その一品のお皿の写真ですね。これ料理は何だろう、
結構もつっぽいといえばもつっぽいかもしれないですね。白もつっぽいその料理のね、写真とともにそう投稿したところ、一般の方が、平本蓮選手のファンの方ですね、腎臓ですかとコメントついて、確かにそのように見えるので、平本蓮選手、それに対して関根勤むと返しております。はい。そしてその方、公開処刑ですかとコメントしまして、これは平本蓮選手が K1 の時、ゴナパー選手と戦う前にバックステージで関根勤さんがスタッフの人に、平本くん、これじゃあ公開処刑じゃん、絶対負けちゃうよみたいなことを言っていたというのを平本蓮選手はチラッと聞いてしまって、偶然にも、はい、それで関根勤大嫌いと言っているいつものやつですね。で、平本蓮選手はその公開処刑ですかに対して正解と返しております。はい。平本蓮選手入れ墨入っててかっこいいんで、なんだかんだで皆さんもね、気づいてないところあると思うんですが、やっぱりギャグセンスがものすごい高いっていうところをポイントですよね。続きまして、こちらはサラクボチャンネル、赤ちゃんの性別判明しましたというもので、 YouTube で動画を出してくれているんですが、車中久保優太選手が運転、サラちゃんが後部座席というシチュエーションで、まず冒頭はいつものおーレッツゴーで、サラちゃんがサラッパーサラッパーをやるんですが、サラちゃんが途中で久保優太選手に、何もやってないじゃん、そのやらされてる感出すのやめてよと怒り出しまして、久保田選手がちゃんとサラッパをやらないことに不満のようで、何その喧嘩の原因、久保田選手はオープニング変えよう、もっとかっこいいのにしようよと言いまして、するとサラちゃんは変えないでしょと言って、サラサラクボクボサラサラクボクボにすると言ってたんですが、昔サラちゃんが新オープニングがあってサラッパーやめて、もしかしたらそれにするかもと言ってた時がありまして、その後ね、八百長ゾーンに突入してしまって、ソロどころではなくなっていってしまったんですが、私はそれが何かずっと気になっていたので、もしかしたらこのサラサラクボクボサラサラクボクボだったのかもしれないなと一人興奮しました。でもやっぱサラッパーの方がいいですね。サラちゃんもサラたちにかっこいいのは似合わないとよく自分たちのキャラクターを分かっているようでした。はい。で、本題ありまして、超音波による性別判断、性器の元となる突起があるかどうかで測るベビーナブで、8割方サラちゃんだけが今自分のお腹にいる赤ちゃんが男か女か分かっている状態のようで、久保田選手はどっちでもいいが女の子の方が育てるのに心配がある、たくさん手をかけなければいけないイメージがあるというと、サラちゃんはどっちもどっちだと思うよと、サラちゃんは過去家族で海外旅行中に家出した経験があると。で、サラちゃんもう性別が分かってしまったのでヒントは言っていいとしまして、出したヒントがなんとホッとするでした。ホッとするって何、男か女かで。こんなの爆笑でしょ。ホッとするってここで使う言葉なんでしょうか、それ。はい。そしてサラちゃん、海外の性別を知らせるためのイベント、ジェンダーリビールケーキ、男だったら青や緑のブルーベリーやキウイを入れておいて、女の子だったらイチゴとか赤色のものを入れておくというのを模して、コンビニでおにぎりを買ってきて、これを代わりにしてやろうというコーナーを企画しまして、車を止めてコンビニへ行き、で、カメラは久保優太選手のところだけ映っているんで、サラちゃん信号無視しちゃダメだよと言われておりました。はい。赤ちゃんお腹にいてのね、信号無視危ないですね。で、戻ってきておにぎりを持ってこう言ったんですよね、サラちゃん、このおにぎりに梅干しが入っていれば女の子、このおにぎりに昆布とかが入ってれば男の子って、これ絶対女でしょ。子供とかが見切り発車で出すクイズで、それと一緒で、後のやつ考えてないから最初にスムースに答え言っちゃって、で、後でえーとか言っちゃうタイプのやつなんじゃないかなと。で、久保田選手は昨日、明日男か女か判明するって知って眠れなかったのにこれでやるの？と、結構サラちゃんの思いつきのコーナーのガサツさに戸惑っている模様。しかしながら、なんと、実際には中身はですね、久保田選手食べたところ、昆布で男の子でした。はい。うまい演技で、おにぎりだけにうまいかわかりませんが、みんなを煙に巻いてたサラちゃんでした。やるね。で、男の子の方がたくましいので、育てるにしても女の子ほどデリキュエートにならずに済んでくれるかなと思い、そういう意味でのほっとしたという言葉、あの時出たようです。久保田選手は僕みたいなモンスターが生まれちゃったら大丈夫かな、親の話を聞くと僕の子供の頃相当大変だったらしいよと。そしてサラちゃんは子供が18歳になったらフェラーリをあげるのが夢なようです。そういう夢を持っているようです。で、ここで終了なんですが、この後久保田選手がこんなツイートを上げております。
謎のコメントが来たので、つい無意識に指が動いてしまったとしまして、インスタで今回の YouTube の宣伝をしておりまして、性別判明 YouTube の URL はこれですよと、するとそこにこの動画を見たであろう久保田選手の宿敵柴田さんがコメントを残してきているという、そのスクショが添付されておりまして、どのようなものかと言いますと、コメントはうちのこと戦わせようというもので、でもう一枚スクショされているものがありまして、これがつい無意識に指が点点点という方で、ブロックのボタンが青く光っているというもので、久保田選手どうやらここでやっと柴田さんをブロックにしたようです。はい、でもトムとジェリー状態でこの二人仲良くやっているようにも見えました。久保田選手の弟ジーケンさんは、一度戦った選手をブロックしている人初めて見た、ダブルとツイートしております。続いては元 K1 チャンピオンに今なっておりますね、タケル選手、休養すると宣言していて、タイのタイガームエタイジムで激しく練習しているというところが SNS で、タイガームエタイジムなど周囲から発信されてまして、ファンはあの休養って意味どういうことだったんだと戸惑っている人たちも少なからずいたようで、もしかして彼はバトルジャンキーなのでもう休むことができないんじゃないかとか、そのようなコメントも見ましたが、昨日ついにタケル選手本人からのインスタの更新でこのようなことが発覚しました。大岩達也選手や松倉慎太郎選手、今一緒にタイに行ってるメンバーらとリングの上で横一直線の写真とともに、タケル選手非常に爽やかな顔で、体を動かすことが一番の心の健康法と、はい、つまり心の休養とはタケル選手にとっては私たちが思ってる以上に体を動かすということでもあったようです。はい、タケル選手とあと仲間も一緒にいるので、それでの判断だと思うので、まあ、いいことだと考えてやっていることだと思います。やっぱ開けてしまうと良くないと摩擦さんもおっしゃっておりましたのでね。ちなみにこの写真が撮られているジムは RSM というタイガームエタイジムとはまた別のところになりますね。情報によるとタイのスクンビット駅からすぐ近くにあるジムだそうです。昨日紹介させてもらったところとはさらにまた別のムエタイのジムになるようです。なのでやっぱキーワードはムエタイですよ。ワン、ムエタイ、ムエタイ、抱きしムエタイ。そして昨日ですね、私もご紹介させていただいた俺たちのアムガイプラティマさんが残念ながら落ちてしまったライジンガール2022最終選考で漏れてしまいましたが、ライジン公式より正式メンバーが発表されました。名前だけとりあえずバーッと読まさせていただきます。新井司さん、山本優さん、青ぽんさん、かなさん、マリナさん、そして大沢健二さんと同じあだ名を持つ沢ちょ、沢田美香さん、ココさん、山口あずささん、福江奈々香さん、そしてここのところ知名度抜群に上がってきているアキピさん、そしてですね、来ました、ひなのさんも入っております。そしてキャシーさん、清永夏美さんとなっております。はい、ひなのさんのコメントを読まさせていただきます。大阪府から来ました。普段は北新地エースグループのランスでお仕事をさせていただいています。大好きなライジンの魅力をラウンドガールに初挑戦しながら届けたいと思います。よろしくお願いします。びっくりマーク音符ということで、皆さん朗報です。動くひなのさん、これから見れることになりました。そして福江奈々香さん、投票1位で切り抜けましたが、福ちゃんこと福江奈々香です。ライジンガール2年目になります。また大好きなライジンに携わることができて本当に嬉しいです。2年目はさらに皆さんと一丸となってライジンを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。そしてアキピさん、アキピです。2年目のラウンドガールです。ありがとうございました。すいません、ライジンガールですね。収録で格闘技をやっていて子供が4人います。もっと多くの方にライジンを知ってもらえるように全力で盛り上げていきますのでよろしくお願いします。ライジン最高と。おかしいですね。あれ、これ目を凝らしてよく見てみたんですが、加藤サリさんはこれいないんですか？俺たちのサリ、次回出ていただけたらぜひね、ライジンガールとして個人的には見たいですね。じゃあですね、とりあえず加藤サリさんの名前が出ましたので定期であれやっておきましょうか。加藤サリさんが過去カープ女子が流行った時に、私もカープ女子ですよとしましてやった、その年のセリーグのペナントの順位予想になりますね。セリーグ、これもう今や古典落語の域に達しておりますので、加藤サリさんの名前が出たら必ずワンセットになっておりますので、では1位広島、2位ジャイアンツ、3位巨人、4位阪神、5位ヤクルト、
6位ロッテと、はい、我がですね、中日ドラゴンズと DeNA ベイスターズね、どっか行ってしまいましたね。はい、ちなみに加藤沙莉さん、これより数年後、カープ女子ブームが去ってから、もともと野球には興味がなかったと発言しております。はい、それは知ってた。やばいやばい、30分のうちに格闘ニュースを詰め込むのが私の仕事なんですが、10倍ウルトラマンと知られておりますので、矢継ぎ早に次行きましょう。こちらはライジン37で所秀夫選手と対戦の決まっている新龍誠選手、略して新龍誠選手。ジャン斎藤さんのニコニコ動画ドロップキックチャンネルでインタビューに答えてくれておりまして、無料部分のみの一部要約になります。まず所秀夫選手からオファーがあった時の正直な感想は、階級違くね、でも合わせてくれるなら美味しい相手、 UFC が目標だが自分の成績に KO1 本が少ないことがネックになっていると思うので、それをアピールするためにもライジンへの出場を決めたと。ということですので、今回のブックメーカーでは新龍誠選手の勝ちに行きたい人は、普段は判定が多い新龍誠選手ですが、ラウンド内決着というところも大いに考えた方が良さそうですね。そして所選手が会見で言っていた、毎日自分に負けねえぞ、3ラウンドやりきってやると言い聞かせて頑張って練習していることに対しては、ああ頑張ってくれって感じと、憧れも特にないし昔の人という印象と。新龍誠選手22歳で所選手44歳とダブルスコア、親と子ほど離れております。そして現在宮城県にジムを出している新龍誠選手、週末はジムで指導、平日は都内で練習、こっちにもアパートを借りているそうで、ディープの防衛戦を福田竜也選手とやりましたが、その時はジムをまだオープンしたばっかりの時で、プロデビューしたての人と宮城で一緒に練習してて、それでも勝っちゃう俺さすがかっこ笑いと。はい、でもあれは判定も賛否あって、そんなに開いた試合ではなかったですけどね。そして今関東こっちでは、長男亮さんのトライブ東京 MMA、 上田隆夫さんのファイターズフロー、そしててっぺんジムで練習をしているようです。新龍選手昔てっぺんジムでトレーナーやってましたよね。あと昔はパラエストラ松戸にも所属しておりましたね。なので鶴谷玲選手などとも面識もあって、そして定期的に噂として上がるライジン宮崎大会、もし本当にやることになったら自分も出場したい、そして UFC を目指すなら今行われているトーナメントで優勝した選手が本契約を勝ち取れるロードトゥ UFC ですが、出場していない理由に関しましては、その時期に藤田大和選手とのタイトル統一戦があったから。でもロードトゥ UFC やダナ・ホワイトが契約を決めるコンテンダーシリーズを通さずに UFC に行ければいいなと考えてますと。そしてそのロードトゥ UFC については、新龍誠選手レベル低くないっすかと。でここで有料部分へと、はい、確かにお金を払ってでもこの後知りたいですね。概要欄に URL 貼らせていただきますので、ぜひ続きはそちらでどうぞ。そしてこちらは昨日の夜12時過ぎですね、平田樹選手行われたインスタライブになります。インライスターライですね。まず朝かという久しぶりの友達からチャットがつき、おー久しぶり、やばいよねマジ朝かみたいな、中学の時毎日チャリで2人乗りしてたよねと思い出を披露してくれておりまして、そして朝香さんに会いたいと言われ、でも明日からまたアメリカに行くんだよねと、またニューヨークに行くようなので、この間帰ってきたばかりですが、またすぐセラロンゴファイトチームに行くっぽいです。ここでセラロンゴファイトチーム所属井上尚弥選手の姉水木選手からもチャットがつき、おーボスと。水木選手はボスと呼ばれておりますので、で今回はオールして飛行機で寝る作戦のようです。13時間のフライトのようで。そしてお酒は飲まない、柔道を始めたのは6歳から、セクシーという言葉は褒め言葉だと思った、女性には刺激的に思う、痛みにはなれない、痛いものは痛い、でも勝った時のあの感じがやばいので続けられる、そしてブレイキングダウン超面白い、オーディションが特にやばいと。はい、こんな感じで終了です。今回はファイトキャンプのようで、試合は8月27日になりますね。対戦相手は中国の林鳳珍選手と、もちろんワンチャンピオンシップで。ちなみに平田樹選手、ツイッターのトップが山本アーセン選手との密着してのツーショット写真に現在なっております。続いてはこちら、大沢健二さん、ツイッターで、
今日の駒沢のグラップリングはサドルからの内ヒール、最近グラップリングにハマってる渡り1193ということで、渡りさんが関節技を決めているところの写真も添付してそう投稿しまして、どうやら芸人の渡りさん、元消防隊員でしたっけ、もう会員さんでいるようで、渡りさんはツイッターで関節技に見せかけて足で脈拍測ってます、バイタルよしと投稿しております。バイタルっていうのはなんだろう、その人の、まあ、ヒットポイントみたいなものですかね。ちなみにツイート渡さんの遡って見てみましたところ、聞きたい曲再生したのに考え事をしてたらいつの間にか次の曲言ってた、反省を実施しますと投稿しておりまして、受けました。そしてこちらはパンちゃんリナ選手、ツイッター森先生夫妻いつもありがとうございます、森先生の大ヒット漫画ぜひみんなも読んでねと。この森先生は森浩二先生で、で奥様とスリーショットの写真も添付して投稿しておりまして、で森先生といえばホーリーランドが有名で、で今亡くなってしまったベルセルクの三浦健太郎先生と親友だったようで、ラストまでストーリーを聞いていたので代わりに監修をやっていて、ベルセルクも続いておりまして、で絵は三浦健太郎先生の元のスタッフの方たちがチームで描いてくれているようで、で森先生自身も格闘技やっていて格闘技好きだということは有名なんですが、これはですね、森先生主催でノックアウトファイターの激励会の模様ということで、そこまでのめり込んでやってくれているようで儲かってますね。で森先生の写真も先ほども言わせてもらいましたが添付されているんですが、森先生ものすごい大きくて、私初めて見てびっくりしたんでちょっと調べてみたところ、森浩二先生なんと身長183センチあるようです。体重は85から95キロもあるようで、ちょっとびっくりしましたので、この情報本日ラストにここに置いておきます。はい、というわけで本日は以上となります。今日ラストはですね、皆さん2チャンネルとか5チャンネルって見ます？今5になってるんでしたっけ。私、まあ、全然見ないんですが、それがまとめられたもの、まとめサイトっていうのはたまに目を通すことがありまして、で面白いのがあったので紹介させてもらいます。スレタイは底辺って本読まないから底辺なんだよなというもので、これは見事にラップで言うとクリティカルというものでしたので、まずですね、例えば低賃金ってボロい、ミニバンとか乗ってるブルーカラーのおっさんって、まず子供もアホなんですわ、こういう人はほぼ本読んだことない、経験上わかる、村上春樹も司馬遼太郎も三島由紀も太宰治も読んだことないんです、本読むって大事だろ。でこれに対して他の方が、これら昔は読むとバカになると言われてた作家だよと。はい、確かにそうなんですよね。これは一撃で終わったかなというふうに思いました。はい、それではですね、もう一つ太宰治のしじみ汁に関しての文章をおまけで紹介させていただいて本日は終わっていこうと思います。しじみ汁が美味しかった、せっせと貝の肉を箸でほじくり出して食べていたら、あら、夫人は小さい驚きの声を上げた、そんなものを食べて何ともありません、無心な質問である、思わず箸とお椀を取り落としそうだった、この貝は食べるものではなかったのだ、しじみ汁はただその汁だけを飲むものらしいと。はい、文章だけはクソうまいんですが、皆さん何か感じ取ることはできたでしょうか。高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。恥の多い生涯を送ってきました。